こんにちは、リカリコです。はい、今回はもう残すところ2020年もあっという間に終わっちゃうということで、はい、今回は今年最後に爆買いしたので服だったりコスメだったり全部紹介したいなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず何から紹介しますか？テンション上がるものから。はい、じゃあテンション上がるものからはい、じゃあ1個目はこちら、イブサンローランでコスメを買ってきました。久しぶりにコスメ買った。はい、2人でね、行ってきて選んできました。じゃーん、リップですね。リップ買いがち、ニューって書いとった。そうそう、今回買ったのはルージュピュールクチュールザスリムグローマット214番です。こんな感じの色味になってます。じゃあ手に出してみます。あ、かわいい。こんな感じです。なんかマットやけど、ツヤのある感じ、そうそう、にしてくれるっていうのを教えてもらって。そう、マットやけどなんか細かいラメがいっぱい入っとるらしい。赤、のリップを買いがちなんやけど、今回はちょっとあのブラウンも混ざったオレンジっぽい色を買ってみました。肌なじみが良さそうなカラーなので使いたいなと思って買いました。はい、じゃあどんどんいきましょう。はい、続いてもテンションが上がります。これやばいですね。こちらジバラシー、初めて買いました。初ジバラシーですいい匂いがすごい好きで、香水もいろいろ持ってるんですけど、ちょっと新しくお気に入りを増やしたいなということで、はい、香水探してて、でいろんなあのブランド行ったんやけど、ちょっとあのテンションが上がったもの見つけたのでこちら買いました。めっちゃ可愛いよ、パッケージも。おしゃれ、おしゃれすぎやろ。こちらリブイレジスティブルブロッサムクラッシュオーデトワレです。すごい片言、はい、もうめっちゃ可愛くない？パッケージがやばいぐらい可愛い。そう、これは50ミリ50ミリの真ん中のサイズを買ったんですけど、でも結構入っとる。一回り大きくなると1万円越しちゃったので、これは9000円、税込みで9900円でした、そうやな。めっちゃくちゃパッケージも可愛いし、香りもいい匂いで、しかもこれ何やっけ、一瞬で恋に落ちるあの香水って言われてるらしくて、そう、もうつけてもらったら恋に落ちました。エリカのジコはこれにしますと言いました恋に落ちました、これくださいって言いました。そう落ちましたかって店員さんも言ってくるから、そう落ちましたって言って、でほんまにいい匂いなの。あー、いい匂い。なんて言うんやろ、ふわってこう通った時に香ったらめっちゃいい匂い。なんか女の子っぽい、このパッケージもそうやけど、女の子って感じの香りで、なんかいろいろね香り試させてもらって、最近出たやつ、今年出たやつかなも嗅いだんやけど、それもいい匂いやって、あともう一個なんかツイッターでバズったって教えてもらったやつもいい匂いやったんよ。これ多分2018年って書いてた、そうに出たやつなんかな、やけどすごいいい匂いで、これはちょっとお気に入りになりそうですね。はい、じゃあ続いて洋服を買ったんですけど、はい、最近リカとリコ別々で買ってて、うん、リカが買ったやつ1着しかないんですけど、紹介したいと思います。共有で使ったりもするんやけど、別々で行動したりもするよな最近な。そう、じゃーん、リカが最近ハマっているエーランドで買ってきました。渋谷にあるエーランドで韓国のブランドがたくさん入っているので、なんか一気に韓国のブランドが見えるからすごく好きで、今回はちょっとお高かったんですけど買っちゃいました。デンデルーン、じゃーん、これ前がこんな感じで後ろがめちゃくちゃ可愛いの。じゃーん、めっちゃ可愛くないですか、この猫ちゃん、やばい。こちらのブランドですね、 MLXL ってあって、リカは L サイズ、で8800円でした。ビッグサイズやから、オーバー気味で、あの短パンでこうダボっと着たりとか、ゆるゆるな感じで着たいなと思って買っちゃいました。では続いてリコの紹介するんですけど、リコは4着くらいあるかな、リコ最近めっちゃ服買っとる。え、そんな買ってない？買っとるよ。そう、リカ全然買ってない、この1着ぐらいしか買ってない。マジ？うん、こちらザラで買いました。まず1着目、これ2日間にあの及んで悩んだやつです、じゃじゃーん、じゃーん、こ
こちらのベストですね、ニットベスト、うん、これはお値段が4990円で S サイズを買ったんですけど、うん、最近こういうカラーのダウンとか、うん、カーディガンとか結構この水色見るなと思って、うん、この色ちょっと一つゲットしときたいと思って買いました。この上になんか上着とか羽織ったりしても可愛いし、中は何合わせるんですか？これは中はあのパーカー、うん、グレーのパーカーとか、あとは白のタートルネックとか合わせても可愛いと思います。はい、で次こちらのパンツデニム、かわいい。これはこんな感じの形になってて、お値段が4990円で、この色味がまずかわいいなと思ったのと、履いた時にこの、足首のところがピタッとこう密着してくれる感じ、そう、足にね、ブーツとか履く時もいいと思うし、うんうん、普通にスニーカーでカジュアルに履いてもかわいいと思います。上は試着してないけど、うん、パンツはさすがに試着しました。リカもザラで買おうか迷ったやつ試着したら、うん、めっちゃくちゃ丈が長くて、そう、それあるよね、そう、丈長すぎて試着してよかったと思って、うん、はい、続いてラスト2つ、ちょっと前になるから袋がないんですけど、ラグアジムで買ったやつです。こちら、じゃーん、モケモケの、なんて言うんだろう、これニットなんかな、うん、6600円。こういうさ、ガラガラのもの買ったことなくて、うん、というか持ってなくて、うんうん、だからもうこれはもうあの一目惚れでパッっていう、もう直感で買いました。でこの丈感もちょっと長めなのがすごい好きで、うんうん、確かに色味も他にも多分あったんやけど、リコはこの色が一番ビビッときたので買いました。はい、続いてラスト、もうこれめちゃくちゃお気に入り、かわいい。ラストがこちら、かわいい。じゃじゃー、これは、古着なんですけど、リコこの前原宿に一人で買い物に行ってて、うん、原宿にも結構なんか古着屋さんがあって、初めて入ったお店で買ったんやけど、この色味がさ超可愛くて、試着はしてみた？してない。これはパッと見で買ったんやけど、ここがレザーなんや、うん、裏もこんなデザインになってて、うん、あのリコ最近ちょっと海外の方のファッションとか見るのも好きで、だからそういう海外の方ってこういうの着てるイメージなので、うん、リコも着たいと思って買いました。まあちょっと古着やからちょっと汚れてるところとかはあったりするけど、うんうん、そんなに気になる目立つ感じの汚れではないので、これ着て楽しみたいと思います。多いよやっぱ、他にも最近買ったやつあるもんな。確かに。はい、というわけでここ最近買った購入品をバーッと紹介してみました。もう2020年もあっという間に終わっちゃうということで、はい、リカは2021年に可愛い洋服を着てスタートを切りたいので、もうちょっと洋服をね、うん、集めたりとか、テンション上がるコスメとか集めたりとかしようかなって思ってます。そうやし、なんか洋服とか結構あのセールしてるところとかも多かったりするし、そうそうそう、年始になったらまたセールが始まるんじゃないかなと思うので、うん、こういう時期にたくさんゲットしておいて、あの着回せるアイテムとかね、あのゲットしておくといいんじゃないかなと思います。はい、それで、2020年はあと残すところ、リカリコチャンネルでは1動画かな、うんうん、なので今年ラストまで楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。